これさ、これいたずらしたら怒られちゃうかな。これいたずらしたら怒られちゃうかな。A 様のやつ。これ怒られちゃうかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。これ怒られちゃうかな、私いたずらしたら。でもいたずらしたくなっちゃうんだよな、こういうの見ちゃうと。ごめんなさい、A 様。ちょっといたずらさせてもらってもよろしくて。いやーもう、こういうの見ちゃうとね、後で怒られるって思っても、ちょっといたずらしたくなっちゃうのよね。ちょっとね、ちょっとだけいたずら心が湧いちゃうわよね。ちょっとだけ、ちょっとだけいたずら心が湧いちゃうからな。こういうの見ちゃうと。ちょっとだけ。あとで、勝手に使ったら怒られるんだろうけど、ちょっと。A 様、私にお体貸してね。まあちょっとだけ、ちょっとだけだからいいわよね。まだ A ちゃんも使ってないのに。無茶化コラボ。ごめんなさい A 様。ってことで、そちょっとだけね。ちょっとだけ。A 様ごめんなさい。無茶化コラボを使わせてください。ってことで、本日はね、この A 様の体を乗っ取って、このファーアートなアフレコをしようと思います。では、そんなファーアートアフレコまで、サンサン。2211アクト。こんな夜遅くに呼び出してどうしたんですか？私は、これから空の、撮影で忙しいんです。話があるなら、早く済ませてください。え？チョコ先生が、急病で、今寝込んでる？代わりに、チョコ先生の、魔界の保健医を少しやってくれ。確かに私、この間 NG はないと言いましたけど、さすがにそれは、ちょっと、やらなきゃいけないんですかね。わかりました。少し着替えてきます。大変申し訳ないんですけど、この格好はちょっと、チョコ先生の苦じゃ、私の胸が、その、見えてしまうというか、その、チョコ先生のブラウスがその、ぶかぶか、
て、そのえ？そんなの当たり前だろって、もしかしてそれ分かってて私にこれお願いしたんですか？ちょっとこっち来ないでよ。本当にチョコ先生スタイルで、今はそのダメなんですって。だからそのこれ以上やったら本当に A 様が怒りそうで怖いんで、ちょっとこれでて終わらせていただきます。はい。やべえ、この体勝手に使ったって言ったらガチで怒りそうだな。まあでも、素敵なファートありがとうございます。やばい、これ以上やったら多分本当に怒られちゃう。ちょっとやべえ、これ以上はな、確かに怒られそうだ。やばい、これ以上 A 様の体で私のことしたら多分運営に殺されそう。これか、よいしょ。ってことでね、このファンアートはみかん師匠様ありがとうございます。素敵なファンアートありがとうございます。